私上、人間の欲望を刺激する情熱あふれる消費品でして、俺と少々、剣道を加えてくる。これ、どうか受け取ってください、この朝少。伝わってこない、情熱が。チェック入れまーす。この辺はいいと思う、はい、すごくドボーンドボーンとしていいと思うね、うん、こっちがちょっとなこの辺やねんな、はい、もっとこうなんか ドバドバにしてほしいから。違うドバ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 、あ、それ俺でいいね、うん、ドバドバでいこう。わかりました、うん、それだいぶ良くはなると思うけどな、うん、あ、いいね、ドバドバな感じで、うん、ここら辺で、うん、さすがやね、うん、さ、これだとないからちょっと修正して後でコップを出して、もっともここら辺が賑やかな感じになるように。あ、ドバドバしてきたわ、これ。修正終わりました。バッチリやな。コンセプトは僕が考えた最強の駄菓子です。子供の時はたくさん買えなかったもの、大人だからこそ欲望に身を委ねて買いまくることができると、そんな大人の夢が詰まった駄菓子屋、ケンコバ商店を作りました。無限に酒が飲める大人の駄菓子屋、どこかで見たことあるような看板、そして以前試食させていただいた酸っぱさに悶絶した史上最高に酸っぱいゼリーも全ラインナップ入れさせていただきました。ぜひ欲望にまみれてドンキでお買い物していただければと思います。見たか、これがほんまもんの情熱や。これに勝てるかな。まあ無理や思うけどな。全然面白くないぞ、伝統が。失望してます。伝わってこない、情熱が。あふれんばかりの情熱で、だからそこや。どうか受け取ってください、この話を。ほんまもんの情熱っていうのをね、見してありますよ。お願いします。はい、剣道小林と申します。49歳で芸人やっております。ドンキホーテの思い出、昔からね本当によく行ってましたね。まあ、もちろん安いっていうのがね、また品揃えも魅力なんですけども、まあ、何よりやっぱり夜中によく行って、こういろんな人を見るという、いろんな人が集まってくるんで、まあ、芸人として人間観察の場にも使わせていただいてましたね。ドンキにはこう人生があると思ってますんで、まあでもやっぱこう人間のこう欲望を全て詰め込んだ感じといいますか、まあ、商品もそうですし、置いてある、まあ、店頭陳列、まあ、それこそまあポップカラー、やっぱそこにこう人間の業みたいなものがね、業分かります、カルマ、まあ、そこに詰まってるというか、まあ、ドンキはまあ人生そのものみたいな僕は思ってますけどね。あ、これ知ってますよ、はい、まあ、安いしね、いろいろありますし、これよく買ってましたよ。これでもあれですね、なんか、うん、昔もっとこう地味な感じでしたけど、まあ、随分ぽくなったなっていう、うん、
のんきらしくなったなとは思いますね。うん、あ、そうですか。この、 あのシークワーサーのゼリーね、まあ、これめちゃくちゃ煽ってるんですけど、ゼリー史上最高に酸っぱいっていう、食べるとき注意とか書いてるんですけど、まあ、こんなもんでね、この剣道小林の膝つかしたことある商品ないんでね。いや、いただきます。酸っぱさでね、やっぱ失神するぐらいのね、酸っぱさ欲しいと思うんですけど、うん、いや、美味しいですよ。うん、まあ、好きです。うん、まあ、好きですというか、まあ、好きでしたっていうのが正しい言い方ですかね。うん、やっぱ正直言わせてもらってね、店頭が、まあ、まあ、はっきり言いますけど、全然面白くないんですよ、店頭が。なんかどの店歩いてもね、まあ、どんな商品手に取ってもね、なんか何の声もしないというか、こう心に語りかけてくるものがはっきりしてないんですよ。まあ、今のドンキにははっきり言って失望してます。失望しかないと思ってます。なんかね、こう伝わってこない情熱が、溢れんばかりの情熱、燃えたぎるの情熱がね、あんなに情熱的だったドンキが、欲望まみれだったドンキが、なんでそんな普通なってもうてんっていう、変わってもうたな、そういう印象を持ってます。いや、だからそこやな、ユーザーである、ね、この僕もユーザー、一人のユーザーに向かって弊社の事情とかそんな知りませんっていう、ああもう一度本気見してくれよと、本気のドン・キホーテ、本当のお前を見してくれと。ああ、すみません、ちょっとね、うん、ちょっと言い過ぎましたけど、まあ言い過ぎというか、まあ本音言わせてもらいました。情熱あふれる店頭陳列を見せてください。もうこれはね、僕との真剣勝負です。もちろんです。まあ僕はこの情熱価格でこちらでね、勝負したいと思います。情熱の名前を冠するにふさわしい至高の陳列にしてやります。テーマも決まってます。欲望です。人間の欲望を刺激する情熱あふれる商品陳列、まあ、皆さんから募集したいと思います。あと僕をね、うならせる商品陳列をすることができたお店には、なんかもちろん差し上げようと思ってます。ちょっとその紙とね、ペンちょっと貸してもらっていいですか。よし、これでいいでしょう。ちょっと読ませてもらいますね。果たし状、人間の欲望を刺激する情熱あふれる商品陳列で俺と勝負しろ、剣道小林。これどうか受け取ってください。この果たし状を私剣道小林がほんまもんの情熱中のね、見してやりますよ。おい、悔しかったら魂見してみろや。